こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギリコちゃんです。ザラー、帽子かぶっている理由は頭がボサボサだからです。今9時ちょうどです。予想ブロック&、ダメージオール出撃予想ね。昨日のやつが重力バリアだったじゃんだから今日はダメージオール、もしくはダメオも何もないか。ブロック、当たってるの、まさか。ふむふむふむ。一人に貫通連れてきたわけですよ。お、今のところいいじゃん。でもダメージオールないよブロックしかない今のところ。あれ、うん、ほうほうほう、うん、ほうほう、あ、はまっちゃうのね。倒す。あ、結構痛いね。このこれは。え、ちょっとマニアックな動きしちゃった。倒せないじゃん次。ギリギリ触ってると思ったのにな。お、ちょっと当たった。おはは、地味肉地味肉。結構 HP が10番ちょっとくらいじゃないのか。いい感じ、いい感じ。ヒカキンさんが意外といい動きしてくれる。やっぱバンだね。うん。さすがにさ、最近の降臨を使う、あのガチャキャラ強くしないとダメだなと思ってたわけだって。バン結構いいね。おい、ピラミッドできちゃったよ。いけバン。あー、触んなかった。これはいけるね、さすがに。今回もぴったりかもしんない。いいぞいいぞいいぞ。さすがに重力重力では来ないでしょ。え、まだボスじゃないの。あ、来やがった、こいつめー。キック。うん、なんかね、あの雑魚の位置が何かを物語ってるな。うん、何かを物語ってる気がする。ツーバウンドで上から入る。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。あ、上があるんだ。まあ、でもここはこのままでいいや。あー、そこか。そんな感じに攻めていくスタイル結構ひだめやめえな。うん、これでいこう。雑魚をなるべく多く倒さないと危ない。これ危ないな。取れねえな、これ。フリフリ取れるかな。あ、取れた。オッケー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 。で、やべやべやべ。これは回復取りたいな。うん、ゲーム倒したかな。あ、倒せない。結構やばい。あぶねえ。あぶねえ。で、ここまで。よしよしよし、あぶねえ。結構火だめやばい。ボスまで来たぞ。 S ランクは全然取れないけどね。まあ初見プレイだから許してちょ。そして真ん中に固まるっていうね、このスタイル。増えたな、めちゃくちゃ増えたな。よし、真ん中とりあえず倒した。やばい、このダメージはさすがに。倒すも倒すも、とりあえず雑魚を倒して、うん、雑魚だよまずは。コーンワンベイ倒す、倒す、うん。で、次左下だ。こいつはボスのダメージはそんな気にしなくてもいいや。ほら、オッケー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 。はいはいはい。あ、やべ、これミスったかな。やべ、やっちゃったっぴ。ヒカキンさんいいかもしんないけど。あ、やべやべ、これいいな。このロックオンめっちゃいいな。めっちゃピクピクしてる。2ターンでやられる。使ってみよう。いや、あと2ターンある。あ、いや、使うわ。
どんぐらいダメージ出るか見たい。どう？これリエックスさんの声これリエックスさんの声らしいよ。やべえ、なんだその面白いな、これ恐ろしいわ。痛い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 、ちょっと待って、ピンチピンチ、少し入るか、2人当てたい、よしよしよし、こいつ倒しきりたいな、早く。ガン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 、とりあえず抜けたいけど無理だ。次の番が弱点右、よし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 、これワンチャンあるよ、これはチャンスだね、こういう時なんだろうな、チャンスはよしよしよし、回復が2つある、これ上から入れねえから、あ、入る、あーでも恥ずかしちゃった、これで来てからの上行ってバン、よし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 、でかいでかいでかい、これはワンチャンいける、あ、やばい、これはじゃあもう放っちゃいました、こういう時に放てる、これいいね、よし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 、倒した。なんでリックスなんてさ、すっげえ可愛い女の子のキャラとかじゃなくてさ、ヤマチャのオロチとかさ、こういう声なんだろうね。面白いな、そこが。あ、そして、ラストステージですね、やっと。ちょっとスピクリも何もできてないけど、S ランクも。許してちょ。うわ、すげえ、なんか倒しやすいな、これ。倒せないんかい。ちょっと、雑魚倒したい、早く。危ない。反射タイプになる。ああ、いいじゃん。これでいこう。勝破王の名は伊達じゃないんだぜ。さすが創作先生。いいね、いいね。右上の人は、はまっておきたいんですよ。多分あれかなりでかいダメージ出る気がするんだよ。おー、すげえいいじゃん。ほれ！うわ、強い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 。これは強いな。じゃあもう当てればもう勝ちかな、これは。よし！断末魔聞こえないんかい！一番最後の声聞きたかった、リエックスさんの。まあいいや。何回か周回すると思うんで、その時にね、ちょっとチェックしたい、見たいと思います。スピードクリアできなかった。もっと適正キャラいるだろうな。よっしゃ、すごいな、これ本当に。どっかの神様だよね、確かね、これね、本当はこんなようなデザインなんだよね。はい、ということで、メジェドだっけ、わかんないかい、クリアすることができました。謎多き神のいてつく視線ということでね、皆さんどんなパーティーで行きましたか、ぜひぜひコメント欄で教えてください。以上、ギリコさんでした。バイバイ。